TBS ニュース23が変更報道で大炎上、韓国大統領の日韓請求権協定発言で、先日放送された TBS ニュース23が、韓国大統領による日韓請求権協定に関する、両国が解決のために知恵を出し合わなければならないという発言に対して、歩み寄りの姿勢を見せたと報じました。こちら、 韓国の大統領は、この日韓請求権協定の問題について、日本が謙虚になれと、司法の判断だから、韓国政府はどうしようもないと、完全にですね、対応を後期というか、日本側に押し付けるような発言をとっており、明らかに歩み寄りの姿勢は見せていないにもかかわらず、 TBS は、ニュース23は、韓国の大統領の発言がまともかのような変更報道を行ってしまいました。こういったおかしな変更報道によって、騙されてしまう国民がまだまだ存在しておりますので、皆様、このような変更報道を見かけた際には、テレビ局の番組のスポンサーなどに対し、 問い合わせを行っていただきこのような変更報道が日本から一掃されるようご協力をお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました